の戸高にちょっとゲロ持ってこら、戸高だって直せ持ってこら、おい来い、おい来い、おいお前来い、おい来い来い、ヘボサード、戸高にヘボサード来い来い。今村上どう？気泡ヤクルトファンさん、村上にヘボサードと直接矢尻に言ってしまう。これあかんやろ、いくらなんでも。本人に直接言うのは地味に。神宮って民度終わっとるよな。ネットで暴言メッセージ送るよりはマシやろ、アホなん。ヤクルトファンのくせに生意気やわ。ヤクルトファンほんまゴミやな。阪神ファンといい勝負やな。あんだけチンさん嫌ってる割にヤクルトファンもチンさんと大差ないよね。地球あたりでまくるのも同じやし。完全にやべえやつで草。昔から神宮が一番やばいって言われてたやろ。飛び抜けてやばいのも有名や。普通に引くは気違いやん。ハメカツよりもマシだろ。中日ファンよりマシ。神様になんてこと言うんや。球場は外事収容施設だからな。空田口は見下すよ。しゃあない、ヤクルトファンの民度考えたらこんなもんや。嫌なら東京ドームに行くことやな。村上聞いてるの草。他にサードいないんやろ。監督もかわいそうや。見下されてそう。田口がおかしくなったのもヤクルトファンからのストレスなんやろか。神宮ってガラガラやと野球見やすいけど、ヤジは関東だと一番きついよな。民度低い。田口の例の発言が再評価されだす。東京民なのに巨人じゃなくあえてヤクルトファンになるってあたりやばい。野球なんて所詮その程度の存在や。結果を出せば英雄、出せなかったら人間以下の存在、エラーを阻止したら犯罪者以上の悪人や。どうせこいつもなりすましチンカスだろ。あいつらどこでも湧いてくるからな。気持ちで負けるなの精神を思い出せ。野球選手以上に野球に全てを捧げてるファンってすげえな。どれだけひどいのかと思ったら本塁打が打点が四球が出塁率が得点とチーム内1位じゃん。村上いなかったらダントツ最下位やるヤクルトファンって異常やな。ヤクルトファンからも嫌われてて草。こいつ好きなやついないだろ。やりすぎやろと思いながらも、ヤクファンは村上に結構イライラしてるからな。心のどこかではよくやったと思ってる。